皆さんこんにちは。エトボスオフィシャルメイクアップアーティストの阿部です。普段は女優をしております木村かなえです。今回はですね、新社会人の皆さん必見の基本的な社会人メイク、はい、というテーマでご紹介していきます。はい、ぜひ最後までご覧ください。改めましたら木村さんはですね、はい、普段どのような活動をされてるんですか？普段は女優として活動したり歌手としてもやってるんですけど、もともと会社員もずっとしてたので、その経験生かして TikTok とかで会社員2年目社員シリーズみたいな感じでこんな先輩いたらいいなとか、こんな後輩だったらいいなみたいなのとかを、そのスーツ着て社会人の格好をしていつも撮ってます。その動画の時は社会人っぽいメイクにしてるんですか？そうですね、あんまりがっつりしすぎるとやっぱ全然会社員っぽくないなっていう感じにはなっちゃうんで、工夫しようしたり、でももうわかんないやっていつもなりながら撮ってます。実はベースメイクっていうのがメイク全体の雰囲気だったり印象をとても左右するぐらいで大事な要素なんですよ、なので今回はですね、艶肌とセミマット肌になるアイテムっていうのがあるので、はい、半々ずつ、はい、艶肌とマット肌にしてみてもいいですか？はい、楽しみですね。ちょっと映像的にどうなるか心配ですけど。その変化感をね、ぜひご覧いただければいいかなと思いますので、はい、はい、それでは早速ベースメイクからしていきます。まず艶肌から作っていきますね、はい、使用していくのはこちらミネラルインナートリートメントベースです。こちらの下地はですね、エトボスでも大変人気のアイテムになってるんですけども、だいたい2プッシュぐらい取っていただいて、これがお顔全体の量になりますね。塗っていく分だけ取っていただいて、そう、このね、指で温めることで塗った時の肌の馴染み感がもう全然違ってきます、目の周りは本当に少しだけ、目周りってすごく表情が、筋肉がね、平均でもう1万回以上動くとこなので、そういうところは極力薄めにのせていくと非常に崩れにくくなりますので、部分によってね、パーツによって量を変えるっていうのも崩れにくいベースの、ね、塗り方のコツになります。それではもう半眼はセミマットに仕上げていきますね、はい、使っていくのはこちらアクアミネラルベースです。こちらすごくね、化粧水みたいなテクスチャーなんですよ。なのでこれまずよく振ります、振っていただいて、適量ですね、取っていただいて、こちらのねベースはお水ベースなので、もうそれこそさっと塗っちゃっていいです。なるべく手早く、そう、さっとね、塗った瞬間にさらっとするので、これテカリやすいとかね、そういう方にもね、とってもおすすめの下地なんですよ。次にこちらを使用していきます。ミネラルグロースキンクッションです。木村さんの肌に合わせてライト、ナチュラル、オークル3色あるんですが、その中のナチュラルのカラーを使用していきます。高いところですね、光が一番当たる高いところって厚くついても目立たないところなので、ちょっといきなりポンとつくのが心配な方はね、高いところから徐々に広げていくような感じで塗っていくと、すごくね、自然な感じに厚く塗ってしまうことなく仕上げていくことができます。毛穴が集中するので中央部分だと思うんですが、そういったところは仕上げの時に優しく、余った量ですね、トントンと優しい力、ここで力加減も注意です。目周り、口周り、こういったところは力を入れてしまうとまたね、ムラの原因になってしまったり、毛穴に入ってしまったりということになりかねませんのでね、はい、自然のツヤ肌ってラフな印象になりますので、より若々しさっていうのも表現してくれるんですということで、これでツヤ肌は完成になります。はい、他にも簡単にツヤがもっと出せる方法とかってないんですか？こう夜、仕事終わって夜、友達ともう一回ご飯行くって時に追い出せるものとか、追い出しツヤをそんな便利なものが、そんな便利なものがありますよ。こちら、はい、ミネラルラディアントスキンバー。へー、こちらですね、どういったファンデーションとか使っていただいてても誰でも簡単にツヤが出せます。で、つけていく位置、ここです。光がね、一番当たるところ、ピンポイントじゃなくていいので、こうやって広めに乗せておいていただくといいです。そしてここ顔のね、中央部分、顔
顔の中央部分って一番光が当たるところなんですよ。高いところと光が一番当たる中央部分、ここにこのスキンバームを乗せていただくと、これだけでねすごくねツヤが出る。どうでしょう、誰でも簡単にツヤを追いかけできるというアイテムなので、ぜひポーチに仕込んでおいていただくといいかなと思います、はい。それでは次にセミマットの方のファンデーションです、はい、使用していくのはこちらタイムレスホギーミネラルファンデーションです。こちらのファンデーションね、はい、SPF50+、 こういったものってねすごく意外と崩れやすかったり、重たくなったりね、しちゃったりするじゃないですか、はい。しっかりと SPF 高いながらですね、崩れにくい商法になっていますし、しかもね毛穴だったりね、気になる色のムラですよね、そういったものもしっかりカバーすることができるんです。しかもパッケージがめちゃくちゃ可愛い。こちらですね、なんと夏限定のデザインなんですけども、今年はリー泉田さんにデザインしてもらってるんです。じゃあ早速つけていきますね、はい。まずこのスポンジなんですけど、ザラザラ面とツルツル面があるんですよ。本当だ、全然違う。ですよ、ね、気持ちいいですよね、うん。まずこのザラザラ面の方ですね、はい、こちらで適量を取ってつけていきます、はい。ここもねタッチが大事なんですよ。優しい。優しいでしょ。そう、実はねこのね、お気づきの通り、力加減、タッチ具合ってすごくね大事なんですけども、僕指をね添えてないんですよ。ベトコスのパウダーファンデーションってものすごくきめ細かくて、クオリティも高いパウダーなので、こうやって圧をかけなくても綺麗に塗れるんですよ。ピンとしちゃう、浮くことなく。ちなみにセミマット肌っていうのは大人っぽい印象になってます。セミマットっぽく作ると少しカジュアルというよりはフォーマルな印象になりますのでね。なるほど、仕事でバッチリ決めたい時とかセミマットの方がいいってことですね。はい、まずシチュエーションに合わせて変えていただくのがおすすめです。なるほど。ただどうしてもね、マットになりすぎちゃうなっていう方は、実はねこのスポンジがすごくねいいんですよね。またねこの先ほどのちょっと毛が長い方ですね、ツルツル面、ふわふわの方で、これも同じように表面を撫でてます。こうすると表面に少し乗っかってしまっているもの、浮いちゃってるものなどもねいい具合にしっかりと調整してくれるっていうね、ある程度磨いたような陶器のような、はい、ツヤを出してくれる。セミマットなんですけど、そのマットなツヤっていうのもあるんですよね。その肌磨きまでできる、すごい、はい、そんなねとっても優秀なツールになってますのでね、はい、こちらもうまく使っていきましょう。はい、はい。ベースメイクが出来上がったのでアイメイクに移りたいと思います。これもまた半額ずつその印象に合わせてポイントメイクもしていきましょう。でまず初めの眉毛に使っていくアイテムはこちらですね、ミネラルデザイニングアイブロウ、ナチュラルブラウンのカラーです。じゃあツヤ肌の方はラフな印象なので、割とこう立体感を作らずにフラットな感じで、はい、眉毛を目指して描いていきます。逆にマット肌の方はフォーマルな印象に仕上げたいので、割と、まあ、立体っていうんですかね、これ活かしながらの眉毛を描いていきます。はい、はい、じゃ早速描いていきますね、はい。まず描き方のバランスなんですけど、目頭の延長線上ですね、この延長線上のところからスタートして、はい、はい、さーっと毛と毛の隙間を埋めていくような感じでペンシルでね、乗せていきます。そしてパウダーアイブロウですね、パウダーアイブロウを重ねていきます、はい。こうするだけでも自然によりこう前からねふわーっと優しく仕上がっていきますので、このような感じでさっと乗せちゃっていただいて、はい、結構さっとでいいです、最後にスクリューブラシですね、はい、こちらでなじませて終わりです。結構ねこれだけでも印象って変わります、そして眉毛のマスカラですね、はい、ミネラルカラーリングアイブロウって言うんですけども、こちらのラテブラウンっていうカラーですね、はい、フロー抜いていきます、
黒を抜いてあげることによってよりカジュアルで肌とも馴染みが良くなって、そうすることでね、あえて立体感を消していく、うん、でそうするとカジュアルな雰囲気簡単にできます。はい、マット肌の方なんですけど、はい、フォーマルな印象に仕上げていくので、使っていくのがですね、アッシュブラウンって感じですね。下のライン入れて、黒目と白目の終わりのところの間ぐらいのところ、大体その辺からね、毛って生えてる、生えてるんで、そこを狙って、そのままストーンですね、つなげる。先ほど下にピーッと入れていった線とつなげる。これだけでももうフレームができるので、うん、あとはバランスを見ながら、うん、毛と毛の隙間を埋めていくと、はい、ここねペンシルを使ってなるべく毛を一本一本より丁寧に描いていきます、はい、うん、そして実は前頭のところ、カジュアルの方だと目頭の延長線上からなんですけど、今描いてるところはこのね、実はコブナの内側の延長線上、より内側まで描いていくんです、うん、これだけでもだいぶ印象って違って見えるんですよね。そしてナチュラルにパウダーのかけ方に関しては、はい、フレームを整えるぐらいですね。で最後にスクリューブラシでなじませれば完成です。自然な毛流れを作ってあげることによって、まあ、きつくなることはないんですけど、やっぱりすごく立体が綺麗な顔立ちに見えるのでね、うん、次にアイシャドウ仕上げていきましょう、はい、まずですね、ツヤ肌に合わせるのはですね、ミネラルアイバームピンクフィーズアイクリーム、これをアイシャドウにしちゃってるんです。なので塗ること自体がもう肌にとってメリットなんですよね。なるほど。つけ方も簡単です。これも大丈夫です。塗るだけ。塗るだけ。はい。一気にというよりは徐々に徐々に重ねていくと、すごく絶妙なニュアンスで調整することができますので、はい、これも一つのポイントですね、はい、目の下にもね、つけてもつけなくてもいいかなと思って、はい、つけたいなっていう方は目の下に行って小指とかでね、こういう感じでふわーっと乗せておくと、ここの立体もすごく綺麗に見えるので、クマとかもね、自然とつけてくれます。次にライナーを入れていきます、うん、ミネラルスムースリキッドアイライナー、ナチュラルブラウンのカラーを使っていきます、はい、毛と毛の隙間ですね、ここに点を打っていくような感じ、これもつながって見えるので、こうするときっちり引くよりもだいぶカジュアルにまとまるので、マスカラをね、今日はあえてつけないでいこうかなと思うんですけど、はい、でももうちょっと締めが欲しいなっていう方はこのやり方だと強くなりすぎないので、ニュアンス系にはね、ブラウンだったりグレーだと使っていただくのがいいかなと思います、はい、では次にフォーマルの方も仕上げていきましょう、はい、ミネラルクラッシーシャドウマンダリンブラウンというカラーですね。やっぱりね、カジュアルとフォーマルの違いって色があればあるほど立体感出ますので、まずは左上のカラー、このベースカラーをまず全体に乗せていきます。このベースカラーってね、必要なのってよく聞かれるんですけど、入れておいた方が確実に失敗しないですね。もっと言っちゃうとムラも分かりにくくなるのでもし皆さんのパレットにベースカラーが入っていたら、それは確実に使っておいていただくのがおすすめです。そして次にこのね、オレンジっぽいヘルシーのね、ブラウンアイフォールまで際からこの目頭に向かって薄くなっていくような感じでグラデーション作っていただくといいと思うんですけども、でそして今度締めですよね、はい、締めのカラーはライナーカラーが右上にセットされてるので、はい、うん、このね、深みのあるブラウンをちょっと太めのアイラインを引くような感じで、ちょっとこの一番上のところですね、線になってるところだけぼかしていきます、うん、目の下に関しては入れていただくと、はい、よりですね、雰囲気がぐーっと締まってきますので、うん、ミディアムカラーですね、こういうと今年のトレンドってこういうヘルシーのカラーがね、また来たりしますので、そことも相性もいいですしね、乗せるだけでもだいぶ目元の印象も変わって
これお好みで乗せていただいて、こちら側だけマスカラを使用していきます。使用していくのはミネラルロングラッシュマスカラのブラックです、はい、この根元のところからこのままですね、毛先に向かって逃がすような感じで、もともとエトボスのマスカラってこのようにシンプルな動かし方で毛がね、ものすごくね美しく見えて、そして立つんですよ、毛が立つ、まつ毛がね、ぐーっとね上がって、上がって見えるというよりは上がるんですね実際上がってるんですけども、だってビューラーがちょっと苦手だなっていう方にもいいかもしれないです。シンプルで洗練されて見えますから、お仕事の時などはこういったマスカラを使うのがいいかなと思います。はい、はい、ではね、チークに行きましょう。はい、はい、チークなんですけども、お茶のツヤを作っていくところではやっぱりこの風合いで大事にしたいので、根元につけた同じものを使っていきます。これを同じように手の甲でなじませ、内側にこのような感じ、ちょっとね、こういう感じに出るかもしれないです。あ、叩くみたいな。しっとりしてるじゃないですか、はい、でそこに空気を混ぜながらつけていただくと、よりサラッと使えます、はい、ね、結構ね、広めに、高めに乗せていきます、はい、このようにね、もともとのね血色を生かしつつ、ニュアンスでね、肌ツヤも損なうことなく血色を入れることができます、はい、で続きまして、はい、セミマットの方、はい、使っていくのはこちら、ミネラルプレストチーク、うん、サーモンピンク、よくねオフィスとかだともう定番みたいなね、確かに、日本人にとても相性がいいですし、なのでサーモンピンクのカラーをあえて混ぜずに外側から内側に、ささっとでいいんですけどね、角度がちょっとわからないなっていう方はこのフェイスラインですね、見ていただいて、それと平行に入れていただくといいんですけども、その際に影が集まるところから乗せると、その影をねちょっと強調してくれるんですよ。で内側に入りすぎちゃうと、どちらかというと優しいとかふんわりした印象、あるいはカラーが強い印象になってきます、なのできちんとかを出したいときは血色のカラーをあえて使っていただいて、僕フェイスラインにも少しだけつけていただいて、はい、そして外側から内側に、はい、乗せていただくとどうでしょうか。化粧感も活かしながらちょっとね雰囲気が変わってると思うんですけど、あと幅ですよね、これね、カジュアルの方は広めに入れていただいていいんですけど、きちんと感のある方は細めですね、そこまで広げない、でそれだけでもぐっと印象が変わってきます。で最後にリップで仕上げます。使うのはこちらですね、ミネラルリッププランパーダフティーピンクっていうカラーを使っていきます。すごくね絶妙なカラーなんですが、落ち着いてるリップに近いような感じなんですが、みずみずしいツヤ感がありまして、要はセミマット肌でもツヤ肌もちろんね相性いいので、最後にぜひねご自身で塗ってみてください、やっぱりパールがね強すぎてもすごくカジュアルに寄ってしまいますし、なのでちょうどこのねミネラルリッププランパーのディープっていうシリーズがその間ぐらいなんですよ。ステージも、ね、目立たなくなります。あ、いい感じですね、いい感じ、ぐっと表情が、ね、明るくなりますよね、ということでメイクが完成しました、はい、ヘアもメイクも完成したところで早速お呼びしてみましょう。木村さん、はい、完成しました完成です、ね、あの左右違うそうなんですメイクなんですけど、どっちもいいですね、どうでしょう、メイク全体の感想としては。一番驚いたのはチークってこんな塗り方、全然いろんな塗り方あるんだと思って、でそれで全然印象も変わったりとか、目元もすごい印象全然違うんで、びっくりしました。本当にテクニック的にもとても簡単なところばかりだったと思うんですけども、そのねポイントを生かしてね、ぜひシチュエーションに合わせてね、頑張ります、ということで今回は基本的な社会人メイクをご紹介しました。この動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしています。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。